はいこんにちは中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です今日は文法の3回目、えー、主語と述語の3回目でもありますけど文の種類というねのをやってみましょうこの中学受験さくららチャンネルはこの私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルですいいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップもお願いします さあでは早速やってみましょう今日はね主語と述語の文の文種類とというテーマですさあ、えーまあ、主語と述語述っていうのやってきましたけれども実は主語と述語がある文章をもう3つに分けることができるんです。短文、十文、副文と3つに分けることができます。1つ目単文っていうのはね、まあ、絶対に文の中に主語と述語ってやっぱあるわけですよ。 でその主語と実語が一組だけあるものを短文というんです例えば強い雨が短い間降った、ね、雨が降った、ね、雨が降った主語と実語が一組しかありませんねだこれ短文です父は内科の医者だ父は医者だっていうのが主語と実語ですこれも一組はしかありませんね大抵は短文です そして今度十分っていうのがあります十分っていうのは一文で主語述語が二組二組あるんですで二組あってそれらが対等な場合を十分っていうんですどういうことかっていうとこんな場合父は作家で母は教師ださあ上は父は作家だ下は母は教師だ二、ね、つの主語述語の組み合わせでそれ対等でしょ A 君はカレーが好きで B 君は支柱が好きだとかそういう言い方これの対等なんですこういうの十分っていいます重ねた分で3つ目ねもう一個副分っていうのがありますこれ似てるんです複雑な分って言です一文で主語述語が2組あるこれここまで一緒ですで対等でないんですどういうことを言ってるかっていうと例えば母の作るカレーはおいしい これ主語術語「母の作る」「母が作る」っていう文章と「カレーはおいしい」という主語述語が2組あるんですだけど十分と明らかに違うでしょメインの主語述語は「カレーはおいしい」なんですよじゃあどんなカレーかっていうと母の作るカレーなんですだからこの「母の作る」っていうのはカレーを就職するためにある主語述語でメインの主語述語が「カレーはおいしい」なんです メインの主語・術語があって母の作るは何かを就職するだけっていうのを2組主語・術語があっても副分って言うんです、OK、だからもう1つね雨が降っているので運動会は中止だこれも十分とちょっと違うでしょ主語は主語・術語は雨が降っているっていうのと運動会は中止だ2つ2組あるんですだけどメインの主語・術語は運動会は中止だなんです 言いたいたことは運動会中止な何で,でかっていうと「雨が降っているから」というねメインの守護術語を理由で就職してるだけなんですそうこういう2組の守護術語の組み合わせを「副文」と言いますねでこれの区別ができるようにね今日やったのは短文十分副文です短文は守護術語が1組ね雨が降った父は医者だこれだけ十分というのは守護術語が2組あって対等父は作家で母は教師だ ね、A はほにゃらかで B はほにゃらかだっていうか、ね、なんてあのテンポが十分ですそして副文っていうのはメインの主語述語があってもう一方の主語述語は就職するだけ母が作るカレーは美味しいカレーは美味しいがメインの主語述語でこの母の作るはカレーがどんなカレーか母が作るカレー、ね、そういう意味で就職してるだけこういうのを副文と言いますこの区別ができるようになりましょう いいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう